はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹を引っ込めるために腹筋とプランクやってる人多いと思うんですけども、実はですね、腹筋とプランクやっちゃいけない人もいます。そのことについて説明していきます。チャンネル登録してない方はよかったらよろしくお願いします。で、まずですね、お腹が出る理由、脂肪がつくパターンもあるんですけども、今回はボディバランスについて説明させてもらいます。まずですね、体のバランスはですね、腹筋と脊柱起立筋、まあ背骨ですね、そこの筋肉のバランスによってお腹が出たり猫背になったりします。で、まず骨盤がですね、前にこのように前に傾いてこういった姿勢になっている人、お腹が出てね、骨盤傾いてる人、こういう人はですね、プランクは合わないです。というのも、腹筋と脊柱起立筋のバランスが悪くてこういったお尻が出てお腹が前に出る姿勢になってますんで、プランクをして脊柱起立筋を鍛えてしまうとこの姿勢は悪化するんで、お腹は引っ込まないです。こういった方はプランクをやめて腹筋、後で紹介する腹筋を行ってください。で、逆にですね、体はまっすぐなんですけども、ちょっと猫背になっている人、こういった人は腹筋をしてしまうと猫背が悪化しますんで、こういった方は腹筋をやめてください。そしてプランクをやってください。というのもですね、脊柱起立筋が弱くて腹筋が強いので、前が強いために体が丸まっちゃいます。そこで丸々腹筋というのをやってしまうと、まあ、猫背は悪化してしまうんで、お腹引っ込めたいかもしれないんですけども、腹筋をできるだけやめて脊柱起立筋を鍛えるプランクを行ってください。で、まずですね、初めに紹介したプランクをやめて腹筋をする、要はですね、お腹が出てしまっている姿勢、お尻が出てしまっている姿勢の人は脊柱起立筋が強いので、脊柱起立筋を鍛えるプランクをやめて腹筋をしましょう。ということで、まずね、その腹筋を紹介します。普通に膝を曲げてもらって、お尻が出た姿勢、腰が反った姿勢になってるんで、まずそこを骨盤をしっかり上を向けながら腹筋をします。お腹をしっかり引っ込めてお尻を上げます。これでしっかり骨盤が今まっすぐになってるんで、この状態でお腹を引っ込めながら、こういった感じでやっていきます。こういった方は腹筋が弱い可能性があるので、手はですね、頭の後ろに置いたり胸の上に置いたりとかすると重たくなっちゃうんで、手の反動を少しだけ使ってお尻を浮かして、腰から上を丸める感じで、起きた状態で 1,2 秒止まるようにしてください。この動きをですね、上で 1,2 秒止まるっていうことを5回ぐらいから毎日始めてもらったらよろしいかと思います。一緒に行きましょう。お尻を上げて、おへそを引っ込めて、骨盤をまず傾けて、まっすぐにしたままで、1 2 3 4 5、はい、このようにやってもらったらよろしいかと思います。で、今度はですね、腹筋の方が強くて脊柱起立筋が弱い人はやはり猫背になりやすいので、こういった方は腹筋をやめてですね、体をまっすぐ保つプランクをやってください。やってみます。肩幅に肘をついて足を伸ばしてですね、よくですね、脊柱起立筋の弱い人はこういった姿勢からこういう風にプランクにやってしまいがちなんですけども、こういった姿勢からこうやってやっちゃうとですね、思いのほか自分が思ってるよりもお尻の位置が高かったりします。そうなると脊柱起立筋効きにくいんで、できればですね、寝た状態からつま先立ちになって体を持ち上げるっていう風にしてください。これでですね、止まります。これを10秒、お腹をしっかり引っ込めながらいきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、 OK です。皆さんお疲れ様でした。今みたいにですね、お腹を引っ込めたいんですけども、腹筋とプランクっていうのはですね、基本的には体のバランスがいい人が普通に行って、普通にバランスよく筋肉がついて良くなりますんで、もともと筋肉のバランスがね、悪い人っていうのはやっぱり強い方をどんどんやっちゃうともっと強くなりますし、弱いところをしっかりやっていかないとバランス取れないんで、今みたいな姿勢をですね、まずはお尻が出てお腹が出ている、こういった姿勢の人はプランクをせずに腹筋をメインでやってください。そして体はまっすぐなんですけども猫背になっている人っていうのは脊柱起立筋腹筋の方が強いので、腹筋をやめてプランクをメインにやってみてもらえたらと思います。というわけで、今日は腹筋とプランクやっちゃいけない人いますよっていう話でした。
今日もご視聴ありがとうございました。説明欄にブログのリンク貼ってますんで、よかったらダイエットブログ遊びに行ってください。またご視聴よろしくお願いします。よかったらコメントください。あとグッドボタンもよろしくお願いします。Thank you.